どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、自宅で髪質改善、ホームケアでね、髪の毛が綺麗になる方法についてご紹介します。皆さん、毎日ね、綺麗でツヤツヤな髪で過ごしたいですよね。毎日ケアしてるけど、朝になったらね、乾燥してパサついたりとかしてたり、カラーや毎日のスタイリングでダメージが出て広がったりとかもしてしまいますよね。そんな方に今日は正しいヘアケア方法についてご紹介します。そもそも綺麗な髪の毛ってどんなものか。綺麗な髪とは、ツヤ、柔らかさ、滑らかさ、ハリ、弾力、軽さ、毛先の強さ、しっとり感があるなど、表現の仕方はね、いろいろありますけど、それが全て揃ってこそが美髪と言われるものです。そんな美髪作りをお手伝いさせていただこうと思います。まず一つ目なんですけど、シャンプーの選び方、やり方についてです。実はシャンプーやるために髪の毛は傷んでしまいます。髪はアミノ酸っていうケラチンタンパク質、そんなものでできてます。中でもグルタミン酸っていうアミノ酸は水に溶けやすく、シャンプーするたびに流れ落ちてしまうんですね。これがシャンプーによるダメージの原因です。ということはですね、アミノ酸系シャンプーを使うことでダメージって軽減できるんです。そしてアミノ酸系シャンプーを使った時のポイントをご紹介します。それはアミノ酸系シャンプーでね、洗った時に 1-2 分その状態で放置します。これは先ほどね、シャンプーするたびにそのグルタミン酸が流れ落ちてしまうっていうことをお伝えしたと思うんですけど、このね、アミノ酸系シャンプーで洗って泡の状態で放置することで、このグルタミン酸を髪に補充することができます。出ていく量よりも補充する量の方が多ければ多いほどね、髪の毛ってね、綺麗に保つことができるんです。次に2つ目、シャンプー後のトリートメントです。まず知っていただきたいのが、コンディショナーとトリートメントの違いになります。一般的に市販で販売されているのはコンディショナーが結構多いんです。コンディショナーは髪をね、滑らかにして串通りを良くするもので、髪の毛のね、表面をコーティングするようなものになります。トリートメントは髪の毛のね、中に浸透して栄養素を与えてコンディションを整えながら、コンディショナーと同様表面をコーティングする役目があります。こういった違いがあります。やり方に関してなんですけど、シャンプー後しっかりとね、水分をまず取ります。軽くでいいのでタオルドライができれば最高です。その状態でたっぷりとトリートメントをつけましょう。取り切ったらダメですよ。で、髪の毛全体になじませるために、粗めの櫛で溶かしていきます。全体的にね、なじんだらこれで少し放置します。ここでポイントが、髪の毛を少し温めることです。美容室でね、トリートメントするときって、トリートメントつけた後ね、ちょっと時間を置いて、例えばスチーマーだったりとかアイロンとかされますよね。家にはね、まあ、そんな機会はないかとは思うので、簡単な方法を紹介すると、タオルをちょっとね、厚めのお湯で濡らして、でしっかりと絞ってから髪の毛に巻きつける。これだけで OK です。3つ目がヘアオイルをつける。トリートメントしてね、髪の毛のコンディションを整えたとしても、髪を乾かしたら広がってしまう、こんなことってありませんか？これはまだ髪の毛が栄養を欲しがってるサインです。その欲しがってる栄養は油分になります。なのでオイルをつけていきます。オイルのつけ方なんですけど、まずはね、毛先から中間、ここしっかりとつけてから徐々に徐々に根元付近まで上げていく、そんな感じです。つけ終わったら櫛でしっかりとなじませていきましょう。その後ドライヤーでしっかりと乾かします。4つ目のドライヤーの乾かし方です。ドライヤーを使うときは根元、頭皮をね、そこを最初にしっかりと乾かしてください。毛先からね、乾かしてしまうと水分が飛んでしまうので、パサついてしまいます。この感じが傷んでしまった、こんな風にね、感じてしまうんです。
もう一つ気をつけたいポイントは風向きです。髪の毛のね、キューティクルってこういう風になんか鱗状になってるんですけど、それが水分を含むと少しね、めくれ上がった状態、こんな感じになってしまいます。このね、鱗状のキューティクルをしっかりとね、整えてあげる、これは風向きが重要になってきます。なのでドライヤーでね、乾かすときは上から根元の方から毛先に向かってキューティクルのね、その鱗を閉じるような感じでしっかりと手で乾かしていく。そうすることで根元から毛先までしっかりと乾いて、キューティクルのね、鱗をしっかりと閉じて、ツヤツヤな髪が出来上がります。次、5つ目のヘアアイロンの使い方になります。ヘアスタイルを作るためのね、必須アイテムのヘアアイロン、コテだったりストレートアイロン、これをね、両方使う方も注意してもらいたいのが、温度と髪に当てている時間になります。先ほどもお伝えしましたけど、髪の毛ってケラチンタンパク質でできています。タンパク質は熱によってタンパク変性、こんな感じのね、現象を起こしてしまいます。これはアイロンとかのね、高温によってタンパク質が硬くなってしまう、こんな現象です。例えで言うと、卵だったりとかね、お肉を焼いた時のイメージ、こんな感じを想像してみてください。おすすめの温度設定は基本的には140度以下で、通す時間っていうのはだいたい2秒、これぐらいの目安でやってみてください。ただそれでもね、髪質によっては伸びなかったり、あとはつかないっていう方もいらっしゃるかなと思うので、そういった方は180度で時間は2秒、これを想定してやってあげるといいかと思います。6つ目が UV ケアになります。肌より髪の毛の方が紫外線を浴びてるっていうことは分かりますよね。実は紫外線によっての髪の毛の影響ってめちゃくちゃ大きいんですよ。紫外線を浴びることによって悪影響が出る3つのことをご紹介します。1つ目は活性酸素になります。紫外線を浴びた髪の毛って髪の毛の内部で活性酸素が発生します。その活性酸素によって髪の毛がパサついてしまう、こういった原因にもなります。2つ目がカラーリングの退色になります。紫外線を大量に浴びることにより、ヘアカラーのね、色素がちょっと分解されて、これが退色の原因になってしまいます。3つ目が紫外線のダメージになります。紫外線を浴び続けると髪の毛の内部の結合が変化して、一部のね、結合体が切断されて髪の毛が弱くなってしまいます。こうなると髪の毛の弾力がなくなって、張り腰も失われてヘロッとした状態、こんな感じの髪の毛の状態になります。こうなると髪の毛の回復が難しくて、ダメージの蓄積にもなってしまうんです。なのでね、 UV ケアはしっかりとしましょう。はい、ということでね、少しちょっと長くなってしまったんですけれども、お家でできる髪質改善方法についてご紹介させていただきました。髪がね、綺麗だとね、ちょっとテンションも上がってウキウキしてきますよね。まあ個人的にね、ちょっと最近おすすめなね、シャンプーだったりトリートメント、あと UV ケアだったりとかはまた概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらも参考にしてみてください。このチャンネルではね、今後も皆さんが綺麗で可愛くなれるような情報を発信していきます。なのでこの動画がよかったらグッドボタン、チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。